クするときもやっぱりクリープだけでバックしてますね。でブレーキだけ操作してます。こんにちは、ジャパニーズドライバー藤本です。今回はクリープ現象を起こさない車は運転するときちょっと注意しましょうという話です。ご存知のようにクリープ現象というのはトルクコンバータを動力伝達に使っているオートマ車のみに起こる現象で、マニュアル車や EV 車には存在しません。私自身も免許を取ってから購入した車は3台連続でマニュアル車だったので、4台目に買ったオートマ車で初めてクリープ現象を体験しました。今では日常的にオートマ車に乗っているのでクリープ現象は当たり前のこととして捉えているのですが、駆動にモーターのみを使っている車の場合、その挙動に戸惑うことがあります。そしてレンタカーとして借りたこのノート E パワーもそうでした。新潟空港スタートの大宇越列藩同盟の史跡を巡る旅に妻と二人で行った時のことです。新潟空港のレンタカー屋さんでノート E パワーを借りた時にこのようなことを言われました。駐車場で事故をする方が多いので気をつけてください。その時はどういうことなのか意味が分かりませんでした。説明がなかったからです。どんな感じがしとる、運転した感じ。もうなんかアクセル踏まなあかんから。それはどういうこと？いや、いつも下り坂になったら足離したらええやんか、あんたシューッと行くけど、逆に止まってまうから踏み込まなあかんから。あ、下りでもということね。ノート E パワーを運転している妻が言っている感想は要はこういうことです。ノート E パワーという車は発電用のエンジンは積んでいますけれども、駆動はモーターのみで行われているため、アクセルを離すと回生ブレーキが効いて止まってしまいそうになり、通常のオートマ車だと空走というものが起きるのですけれども、このノート E パワーではそれがないため不思議な感覚だと言っています。モーター駆動の電気自動車に乗った時のこのアクセルワークの不思議さはすぐに慣れるのですけれども、慣れないうちに駐車場で車を少し動かすときに車をぶつける方が結構おられるということです。そのことを日産レンタカー新潟空港店の方がおっしゃったわけです。実際に私が駐車場でこのノート E パワーを初めて動かしたときに感じたことは、クリープ現象がないためにアクセルを踏まないと車が動かないという不自然さです。特にバックするときにアクセルを踏まないといけないというのはちょっとした恐怖です。とりわけ非力な車、軽自動車のような車に乗っている方はアクセルをガバッと踏む癖がついているので、トルクの大きい車のアクセルワークのシビアさにちょっと戸惑ってしまうようです。かつて私が乗っていて何も思わなかった3リッターのプログレのアクセルワークを急に発進するので怖いという方が何名もおられました。おそらく普段からガバッとアクセルを踏まないと動かない車に乗っておられるのだと思います。そして全くクリープを起こさないこのノート E パワーをレンタカーで借りた時に、アクセルを踏まなければ前にも後ろにも動かないため、いつも通りガバッとアクセルを踏んでしまってぶつけるのだと思います。これを防止するためにはレンタカー屋さんの店員さんが少しでいいので前後ろにお客さんに動かしてもらうのが一番いいかと思います。普段バックするときにアクセルやペダル、ブレーキをどうしてるかをちょっと検証してみたいと思います。前に出るときはほぼアクセル踏まないですね、これぐらいだと。もうクリープだけで前出てます。でバックですけど、あ、バックするときもやっぱりクリープだけでバックしてますね。でブレーキだけ操作してます。なるほど、
アクセルペダルは一切触れないですね。で、切り返すときにも、あ、切り返しも絶対そうや。基本アクセルを踏む必要がないです。パナメラに関しては以上です。次に335Iで検証です。もう前行って後ろへ下がるだけで、あ、ちょっと出るだけだったらやっぱりブレーキ操作だけで前出ます。で、バックするときは、あ、やっぱりバックするときもアクセルは踏まないですね。基本オートマ車の場合はクリープ現象があるためにブレーキに常に足を乗せておくことができます。一方、クリープ現象が起きないとアクセルを踏まねばならず、ブレーキを踏むときにワンテンポ遅れます。マニュアルのロード差で検証してみます。まず前進ですけど、ローですけど、ちょっとギリギリなんですよねこれ。基本アクセルはほぼ踏まないです。で、バックですけど、ロードスターの場合は非力なせいもあって、ちょっとアクセルに足が行くんですけれども、やっぱ基本アクセルは踏まないです。あ、バック、いや今も踏まないな。やっぱり足は行きます。あの、自動的にクラッチを、離そうとするとアクセルに足が行ってしまうという、自動的に。で、前に出る時のちょっとだけやっぱりアクセルに足が行きます。これは習慣づいてるんで自動的にそうなるんですけど、クラッチを上げていくとアクセルを踏もうという動きが起きてしまいます。でも実際には踏んでないです。ということで基本バックするときにはアクセル踏まないですね。これは意外でした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。